見える？見えますよ。OK。この別荘には、私の新しいの YouTube のチャンネルについて話したい。OK です。話しましょう。OK。とても気になります。じゃあ、なるほど。聞かせてください。まず、okay. まずどうして YouTube を始めようと思いましたか？私は昔からこのイデアを、持った。昔からこのアイデアを持っていました。持っていました。でちなみに、英語のアイデアは日本語だとカタカナでアイデアと言います。アイデア。OK です。このチャンネルおかげで、私の日本語の上達をチェックをしたい。そして、私のレッスン後で、私の間違ったことは多分たくさんあります。だから、もし私の動画を見たら、この間違ったことを、理解ことができます。理解することができます。理解することができます。そっか。じゃあ、動画を後で、クラスが終わった後に動画を見て、復習したいんですね。そうです。そうです。復習。復習。はい。そして、日本語を学ぶことのは、長い旅です。日本語を学ぶことは長い旅です。そして、この長い旅を忘れたくない。忘れたくない。なるほど、なるほど。そして、もし、ある日、いつか私は自分の子供を、いたら、もし自分の子供がいたら、私の動画を見せたい。わ、めっちゃいいですね。そっかそっか。そうです。私はこうやって日本語を勉強したんだよっていうのを息子に、子供に伝えたいんですね。そうです。その理由。そうです。そっかそっか。他の理由は、私は、YouTube の日本語の動画おかげで、たくさんな新しいことを、学びました。たくさん新しいことを学びました。そうです。たくさんの後は、なはいらないかな。たくさん新しいことを学びました。最後の理由は、多分将来にもしこのチャンネル大きくなったら、多分他の機会あります。仕事の機会、例えば。確かに確かに。大きくなったら他の仕事の機会が増えますね。そうそう。もしたくさん登録者いったら。登録者が、もしたくさん登録者がいたら。いたら、YouTube で。ちょっとだけお金
もらいます。うん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 、そう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 。だいぶ大事なポイントですね。そうです、うん、そっかそっか。はい、そうです、その理由。うんうん、じゃあ、うん、これからその自分のチャンネルにどんなことを投稿していこうと思いますか？うん、そう、とりあえず私の日本語のレッスン、うんうんうん、そして、私の勉強方法、うん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 、他の日本語を勉強してる人に教えたい。いろいろどうやって日本語を勉強してきたかを他の生徒に伝えたいんですね。そうですね、うんうん、そしてあ、私の夢は他の、うん、日本語の先生をインタビューをしたい。おお、でも今できない。ああ、今できない。私の日本語、うん、今 あんまり上手じゃない。だから自信を持って。私のアイデア、うん、あんまり、伝わえない。あ、伝えられない。うん、伝えられない。伝えられない。そうです、うん、そうです。そっかそっか。そう、でももし私の日本語少しずつ、私の日本語能力を少しずつ増えたら、うんうん、そんなことをしたい。なるほどなるほど、うん、じゃあ日本語の先生にいろんなインタビューをしたいんですね。そうです。だからちなみにその、うん、どうぞ。あ、いいよいいよ、どうぞどうぞ。うん、あ、どうしてそんなことをしたい。あ、理由は私の、うん、勉強の経験には、うん、その先生の動画、そしてその先生のポッドキャストをよく聞きました、うんうん、だからその人、その日本人は私のヒーローになりました。ヒーロー。だからその私のチャンネルの名前決めました。昨日寝るとき前に、うん、寝る前に、寝る前にこのチャンネルの名前ちょっと、うん、考えました。うんうん、多分いい名前を見つけた。うん、うんうんうん、何ですか？チャンネルの名前は。うん、Japanese with my heroes。 おお、なるほどなるほど。じゃあ、そう、今まで先生と一緒に勉強してきたっていう意味があるんですね。そうです、そう、うん、めっちゃいい、かっこいいです。かっこいい。うん、うん、だから、うん、私はその人を本当に大好き。うんうん、大好き。だからその人と一緒に本当に話したい、一緒に、うん、なるほど。じゃあちなみにもし日本語の先生にインタビューができたら、うん、どんなことを聞きたいですか？その人の中に、うん、ポリグロットの人もあります。ポリグロット。ポリグロット知ってますか？ポリグロット、なんだろう、ちょっと待ってください。ポリグロットは、たくさんの言語を話せる人です。うんうん、だから、その人と一緒にインタビューをしたい。なるほど、なるほど。どうやってそんなたくさん言語を学べる、うんうん、学べるかとか、どうやって
そんなにたくさんの言語を勉強したか。ちなみに YouTube は初めてですよね。私は今まで経験がない。うんうん、だからそれは初めての経験です。うん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 、そっか。じゃあ。そして私は動画の編集の、うん、経験もない。うん、おない。じゃあ全部初めてなんですね。全部初めて。でも多分難しくない。動画の編集、多分難しくない。うん。か、でもなんで今年始めようと思ったんですか？このチャンネルを始めたら毎週、うん、一回のレッスンをしたい。ああ、週に一回、週に一回をしたいんですね。したい。そして、うん、週に一回、うん、一つの動画 YouTube でを投稿したい。うんうんうん。なんだろう。クラスの復習をしながら動画を編集してポストしたいんですね。投稿したい。そうです。うん。多分もし、難しすぎなかったら、うんうん、動画の字幕も、うん、つけたい。おお、うんうん、動画の字幕もつけたいんですね。つけたい、つけたい、うん、そうです。ちなみにそれは、どの言語で字幕をつけたいですか？多分日本語だけで、ひらがなで、うん、漢字で、うん、この字幕。他の言語あんまり使わたくない、うん、あんまり使いたくない。使いたくない。そう。それはなんでですか？日本語を勉強しながら英語を使えたくない。使いたくない。使いたくない。うん、使いたくない。そして私は英語を使っている先生もあんまり好きじゃない。うんうんうん。なるほど。日本語だけ。日本語だけ。うんうん、英語を使っている、なんだろう。英語を使って日本語を勉強したくないんですね。そうです。うんうん。でもその気持ちとてもわかります。私は正直に、うん、その理由、直子さんの先生を決めました。アイドキで。嬉しい。理由は、うん、直子さんの自己紹介の動画の中で、うんうん、英語は少ない。うんうん。私は私の自己紹介で英語を喋っていません。字幕だけです。最後の部分だけ。うん。私は英語は話していません。なぜなら、あんまり話せないから。うん、他の先生はプロ先生。よく英語を、うん、プロの先生、うん。プロの先生はよく英語を使います。うんうんうん、そんなことあんまり好きじゃない。うんうんうん、どうせなら全部日本語でクラスをしたいですよね。うん、そうです。そうです。そしてその方が、うん、その方が勉強になると思います。うん。うんうん、フルイメーションのために、日本語を使えたら、使ったらいいと思います。うんうん、日本語だって使ったら。フリーメーション。フリーメーション。英語でフリーメーション。フリーメーション。カナダでどう
フリーメイソン。ますか。ちょっと待ってくださいね。初めて聞きました。フルイマージョン。なるほど、なるほど。ああ、今わかりました。うん、私は、よくこのフルイマージョンします。うん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 、朝から夜までずっと日本語を聞きます。うんうんうん、他の言語あんまり使わない。うん、本当に日本語に没頭するっていうことができます。没頭する？なんか聞いたことありますか？こういう感じ。これ初めて。没頭するっていうのはイマージョンに近い意味です。わかった。例えば、なんだろう。一つのことに熱中すること？うん。うん。だから、私は今、日本語勉強に没頭しています。っていうのは、もう、日本語勉強だけに集中している。集中。うんうんうん、そうそうそう、分かった。あの没頭っていうのはこの漢字は頭を入れること、頭を入れることを没頭っていう意味ですね。分かった。はい、うん、そっかそっか。じゃあ日本語を勉強するときは英語を使わずに日本語だけに集中したいんですね。そうです、うんうん、もし他の言語を使ったら、頭に2つの言語あります、うんうん、2つの言語あったら日本語を自然に話せない、うん、話せない、うんうんうん、話せない、うんうんうん、確かにそうですね、うん、頭の中で2つの言語が混ざってしまいますね。じゃあなんかもしこの将来 YouTube を見る人にはどうやって日本語勉強をおすすめしたいですか？どんな方法を、どんな方法をおすすめしますか？私のおすすめ、うんうん、私のおすすめは、まずたくさんインプットをして、うんうん、できるだけ日本語を聞いて、もし全部を理解するのはできなかったら問題ない。そっかそっか。じゃあまずはインプットが大事ですか？私の意見は、インプットを、最も大切なことです。うん、によって。そっかそっか。そっか。私もスペイン語勉強を今しているので、インプットをもっと頑張ってみようと思います。ナオコさんのおすすめは何ですか？勉強の方法。私のおすすめの勉強方法は、アウトプットです。ああ、分かった。なんだろう。私はアウトプットする機会がないので、いつもインプットだけしています。そうです。なので、こうやってネイティブの人とたくさん話してそして間違えて覚えられるのかなって思います。だからたくさん使ってたくさん間違えることがいいのかなって思います。分かった、でもインプットもどちらも大事ですね。インプットもアウトプットも大事。なんだろう、レッスンはお金がかかりますよね。そうです、だから正直ベーシックなこと、基本的な勉強をした後で
こうやって会話するのがいいと思います。うん、うん、じゃないと、そう、お金がたくさんかかる、お金がたくさんかかってしまうので、なるべく勉強できることは、例えば文法とか単語とかは勉強してから、その後に、あの基本的な会話ができるようになった後に iTalkとか使ってネイティブの人と話すのがいいのかなって思います。わかったわかった、うん、私は、うん、あ、日本語の勉強を始めたの時に自信がなかった。うんうんうん、どうでしたか、初めての授業は覚えていますか。初めてのレッスンは本当に大変だった、うん、大変だった全然話せなかったですか。全然話せなかった。自己紹介も難しかったと思います、うんうん、でもすごいですね。じゃあ昔と比べて今はもうペラペラに日本語話せてますね。始めた時を考えたら上達が目に見えます。目に、うん、なんかちょっと面白い表現かも。上達が目に見える。例えば上達したことって本当だったら目では見えません。わかった、うん、だけどあの実感することを目に見えるっていうことができます。そうです、うん、だから私は日本語が上達したこと、日本語の上達が目に見えます。目で見えるということ、うんうん、はい、わかった、うんうん、そして、うん、あ、日本に初めて行った時に、うんうん、あ、漢字を全然読めなかった、うんうんうん、でも今ほとんど700漢字を読むことができます、うん、からすごい嬉しいです、うん、すごいですよね。0から700まで。そうです。うん、今はどうですか、日本語の漢字を見て意味が想像できたとき。そうです、とても嬉しいですよねとても嬉しい。初めて日本に行ったときこの漢字、異世界の言語、異世界の言語と思った。うん、確かに多分アルファベットと比べるととても複雑ですよね。そうですね、うん、そっかそっか。漢字はどうやって覚えましたか。どうやって。私は、うん、漢字の勉強のために、うん、ワニカニというアプリを使いました。ワニカニ、なんか、知ってますか？前回送ってくれましたか？前回私は他のアプリについて話しました。多分。あ、多分？うんうん。ワニカニは知らないです。うん。日本語を勉強してる人は、うん、よくこのアプリを使います。うん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 。有料のアプリです。あ、有料、いくらですか？でも、いくらですか？多分100ユーロ。あ、100ユーロ。あ、結構高いですね。ちょっと高い。100ユーロか。高い。高いと思いますけど、うん、あ、これは多分、一番有名なアプリだと思います、うんうん、
じゃあ便利ですか？便利ですけど、たくさん時間かかります。うん、もし2000全部の漢字を勉強したかったら、うんうん、合ってる。したかったら、時間が多い。時間が、うん、多い。時間が、うん、時間がとてもかかります。とてもかかります。理由は毎日、うん、たくさん漢字を復習、うんうん、するのは必要です。うん、確かに。復習しないとすぐ忘れちゃいますよね。そうですね。だから私はそんなことやめました。その後、暗記、他のアプリをし始めました。暗記。前回、暗記について話しました。うんうんうん、なんか、多分他の生徒もこのアプリを使っている人は多いです。そう思います。そう。ちなみに、暗記のアプリは無料ですか？暗記のアプリは、有料です。有料です。でも高くない。多分20ユーロです。うん、ああ、うんうんうん。じゃあだいたい本1冊か2冊くらいの値段ですね。そうです。うんうん。多分無料のバージョン？うんうん。日本語もバージョンって言います。バージョン。バージョン。無料のバージョンもあります。多分。うんうん。そっか。でも私はこのアプリを毎日を使うので高くないと思います。うん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 。そっか。毎日使うから全然高くないんですね。そうです。うん。そっか。はい、私も。うん、うん、あ、どうぞどうぞ。ナオコさんはどうやって新しい言葉を、どうやって新しい言葉を忘れないようにしますか？うん、そうです。なんだろう、難しい。英語を勉強した時は学生だったので、試験のためにずっと単語帳を見ていました。うん、だけど今は学生ではないので試験はありません。そうです。だから、どうやってるんだろう。ノートに書いて覚えてます。そう、ノートに書いて、たまに音読って分かりますか？音読って知らない。音読。多分漢字を見れば分かるかもしれない。音読？音読。うん、音楽みたい。そう。一つ目の漢字は音楽。音楽、そして読むの漢字。そう。読。だから、音に出して読むこと。だから、例えば読むっていうと、今私は読んでます。だけど、例えば音読するっていうのは、声に出して読むこと。わかった。なんだろう。そう。声に出して読むことを音読って言います。だから私は新しい単語を覚えるときは音読をします。あ、こう、分かった。そう。私は新しい言葉を忘れないように
この新しい言葉は文脈に入れます。入れます。だから例文を書きます。確かに。確かにそれが一番いいですよね。そうです。どんな時に使うかが分かりますね。そうです。はい。あと、ちなみに私は日記を書きます。わかった。そうそうそう。スペイン語で？そうそうそう、スペイン語で日記を書いています。じゃあ、あっという間に時間になってしまったので、なんか今日話したことで質問とかわからないことありますか？ないです。大丈夫。ノートを書いてありがとう。書いてくれてありがとう。どういたしまして。なんか今日はちょっと緊張しました。どうしてなんか大丈夫かな大丈夫と思います、うん、今日も本当にすごいスムーズに日本語が話せてました。ありがとうございます。そしていろいろお話ありがとうございました。ありがとう、なおこさん。じゃあありがとうございます。また次回、バイバイ。ありがとうございます。ありがとう。はい。